BTU アニメラボー、よいしょー。はい、バッタモン会です。小林ひろきです。ウェブレイン松井です。バッタモン山下です。お願いします。お願いします。はい、この放送は大風写真館と秋葉プロデュースバイガイナックスのスタジオからお送りしています。というわけで、リア虫ペダルニュージェネレーションの感想を話していきたいと思います。はい、オープニングが変わって、うん、杉本がかっこよかったそんな杉本注目してたのに。注目してたすね。そう、今は知ったっけぐらいの気持ちはもう全然そんなにいや、もうあの杉本が、あの今まではこうみんながカッコつけてる中にいいっていうようなポジションだったのに、もうっているっていう、もうカッコいい顔していいことになったわけだから。でも我々がちょっとボケてるバカしろお前もまたまたキリじゃねえよと。いやいやいや、ちょっとそのキリもボケじゃない感じになったのか。やっぱりわかるじゃん、キリってするよそりゃみたいな。仕事終えたんだもんみたいな。もうキリッとしていたな。最高で、もう私の感想はあと子がアニメの子がでかかったなっていう感想しかないので、はい、どうでしたか？思ってたの、ね、は思ってたので、子が子がって言うから、子がさんがそのねメカニック的なので、今までチラチラと登場してた時から、そのサポート的なことでいい話するのかなみたいな。あ、なるほどね。サポート役のキャラとして、なんかいい感じのことをして、いいやつがいると思ったら、とかかなと思ったら、思ってた以上に出てきたから、すごかった。でかったから。でかったがさ、思ってたよりも体強いですよ。顔も、きっとんのかい。と着と準備してきてるじゃん。いや、これが分かりやすいと思ったくせに、じゃあ1枚目に着るや。なんで上に羽織ってんだよ。まず自分が走ってるとこ見せて、一旦外側に自分じゃん。これが一番分かりやすいと思ってな。脱ぐのはあのタイミング全部やってんじゃん。演出してたから。演出が半端ない。あの人は考えてそう。から最初からそれで来いや。めちゃめちゃ計画してきてるもんね。準備してきて。あーわー、すごかった。ちょっと笑っちゃったの。急すぎて、もうみんなと一緒に入らないからな。遅れて、一旦遅れてきます。はい、で、音楽一回開います。で、話します。で、2枚羽織る。で、脱ぐタイミングはそこ。で、一旦1年生にふっかけると見せかけて違うよっつって、よしっていう。やりますよ。よし、ふっかける相手はあいつ。天使順がさ、そう、山下さんどうでしたよ。いや、懸念したいところが一番。そうだね。なんかね、初見の人の反応を聞きたいよね。うん、いや、でも、まあ、僕もなんか、今まで感想動画で、はい、ちょいちょい言ったとかもしれないですけど、誰か来るんだろうなぐらいはね。さすがもしあのメンバー外れるとしたら手指順じゃねって、うん、そう言ってたんだよ、ヤマピー。勘がいいと思って私がいいと思ってよく見てるじゃないの。さすがに分かるけどね。株団体の時に、株団体になったら手指順外れんじゃねって言ったじゃないですか、僕が。まあ、自分も言ってたしね。そうそうそう、俺は弱いって。でもはっきりとさ、手指順がさ、俺だけ決まってねえんだって言うとは思わなかったからさ、ね、僕ですかって言ってる人もいたけどね。そう、かわいい。おめえじゃねえよ。かわいい。おめえじゃねえ。前回優勝者か。王者覇者か。王者覇者か。めちゃめちゃ面白いけど、落選でお願いしますって言ってるでしょ。覇者だ、覇者。覇者か。覇者。まあね、はずれた。だからもうまた新たな花が来ましたけども。そうなのよ。まあまあまあ、話を戻すと、まあ合宿が始まって、カブと南地区にその距離を近づけちゃいけないっていう、なんかセンサーをつけて、一人で走れよって言って、まあカブがもう一人で走れねえ、もう無理だって。思ってたより弱い子だったな。めっちゃめちゃ怖い。いやー、あの子は弱い子よ。一人じゃ何もできない。ただの子供だから。そうだね、子供だね。うん、末っ子だからね。本当にダメな子だから。そうで、まあ、ダンタケ君に励まされ、なんとか頑張れるぞってなって。でも結局励まされちゃったじゃないですか。そうなんだよ。これぐらいの距離あればいいんだ。多分ヤマピーと俺ぐらいの距離あれば。そうそう、まあ、まあでも背中を押してあげるのは OK だから。まあまあ、総北は、うん、なんか甘いなっていう判断だけどね。あとはピーピー言ってピーって言っても、ピーピー言ってんだよってね。で、どうしようもないああってなるんだけど。大丈夫、一緒に走らなきゃいいんだから。まあまあまあ、そうそうね、それで、まあ、T2 にもそのシステムを採用して、一人で強くなりなさいよっていう感じで走ってるところに、今遅れてきた小野田くんと古賀が、で、あの振りのように、古賀先輩いい人だね、みたいな話をした後に、振ってた、振ってた。一旦こいつに優しくして、俺の印象を受け付けといて、僕
はい、俺の話します、はい、そこで俺出ますドーンでしょ。いやー小賀がね思ったより大きかったね。原作のイメージよりも大きい感じ。原作でも大きいんだけど、めっちゃ身長もあるし、なんか肩幅はあるんだけど、なんか肉付きが良かったよね、アニメの仕上がった。だからもうさらに 1.5 倍ぐらい、ね、いい感じでした。でかいはでかいんだけどな。そうそうそう、でかいはでかいんだけどね。オーラで大きく見えちゃったのかな。俺今どこまで喋っていいかちょっと、ま、分かってない。とりあえず今喋ってたところです。あ、ね、どこまで他の情報は。これ多分怪我で不意にしたのは言ってた、うん、1年半を。怪我の理由は言ってない。だから全部言ってよ。全部言ってよ。もう見て他のことは分かったから。痛いで何があったのか、何かあった、出ない方が良かったんだみたいな。そうだ、小川は1年の時のインターハイに出たのよ。俺だから服汚れてんなって洗えよっていう罵倒を言ってねえよ。刺してたから何かあったんだっつったら、ちゃんとダメ、だらしねえ。そういう子じゃない。違う、だらしない。そういう子じゃない。そういう子じゃない。そういう子じゃない。だらしないって目線じゃない。何かあったんだね。何かあったんだって言って、そう、小野だからすぐね、人のボロボロのジャンルに気づくから、なるこくんのボロボロ具合にも気づく。意外とそれもボロボロのところにね、なんかあれですね、今泉くんはすぐ人のことを見くびるなって。そう、そういうとこ本当に嫌いですね。いや、そうなのよ。あれはもう少年がそうだからしょうがないの。本当に嫌いです。今泉くんは本当戦闘が一番静かだって言って、うん、戦闘になりたいって言うから、うん、ガが強いんだな、本当に。彼は、そう、ニュージェネーション始まってから毎回死ぬ人を見くびってはまさかって言ってる。本当にやむちゃ感出てきてる。大丈夫、3人は全員大丈夫。だから杉本によってちょっと改心されてるから。あ、そうですね、前のそうね、確かに目の当たりに自分が育てたに近い。いい奥さんができてちょっと変わってきたら、まあ、と思ったら合宿でそれだから山上に学会されるから杉本でまだ言うんかい。まだ言うんかい。まだよ。大丈夫、インターン、インターン、大丈夫か、お前。大丈夫よ。大丈夫か。大丈夫か。でも杉本、邪魔するやつがいるんだよな。杉本を邪魔するようなやつ。そう、嫌いだわ。ちょっと高井さんだけ何今、何の味のカムか。聞こえてるけど、杉本は邪魔する必要がない。ちょっと3巻ぐらい先の話しちゃった。じゃあやめてください。ぜひやめていただきたい。まあ、猫がね、1年の時出て、うん、なぜ去年インターハイについていかなかったのかっていうところもまあ出てきますから、うん、今後楽しみにしていただいて。出てこないと面白いよね。出てこなかったら、なぜかわからんかやつ出ていなかったっつって話終わってたら面白いもんな。いや、なわけないでしょ。過去編あるでしょ。俺は見てたんだって来たじゃないですか。ただのそうかじゃないですか。なんで去年来なかったの。なかったら、ね、なんでだと思います。え、当てちゃうよ。あれかな、競ってる時に、そ捕まえて転倒しちゃったのかな。あー、温泉まんじゅう持って、あり余りしましたね。いじってんじゃねえ。もしくは大逆走しちゃったのかな。だから小賀が、でもそうなると小賀が勝って心から笑えないとダメだから。そうだと思う。止まってしまったらいけないから。そうだ、先輩だから笑えねえ。何にも面白い。もう一回、なんで人と同じことやんなきゃいけない。で、3年でもう復帰できねえじゃん、逆走もずっと下り事件かーって、2年の時、1年禁止しろ言われて終わるな、俺。人の下り全部やってんじゃないよ、人から全然復帰できないじゃない。ねー、そこがね、計算しだからね。いやー、楽しみです、好きだからな。そう、好きなのよ。どこまで計算してんだろう。全て計算してんじゃないかな、今後。全て、多分もうね、いやだってほんと小賀が来て1周目であの手島さんとのあの競り方よ、ね、持つっていう、ね、1周目、1日目の最初の最初、手島さん死にそうになってましたけども。だって手島さんもう走ってたもん、何週間。もうそっからまあでもまあ最初だから追いついてる。体力バカだから。体力バカだから。そう、体力バカだから。いやー、いいじゃないですか。いやー、楽しみですね。あー、ずただの会員さんがツーって言う人だ。ツーか、心電図みたいなやつだから。三重の県庁所在地か。ツーツーツーに対して、ツーツー、うん、一番短い。楽しみです。というわけで、はい、今週もどんどん楽しみにしていきたいと思います。弱虫ペダルニュージェネレーションの感想でした。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。これ
か、こうか、こうか、ポケモンシステム。はいよ。ヤホガはいいよ、待ってたよ。いや本当はね、全然うちらもコガの話を全くしないでこの